皆さんこんにちは、星空雑談やっていきたいと思いますが、成人期装備突然の、発表ということで、イベントは来るっていうのは分かっていたんで、何かしらね、ゼイアンもイライザも装備を持ってくるんで、新しいボスもねきっと持ってくるであろうと。ただ装備がある程度も揃ってたんで、さあどうやって来るのかなと思っていたら、被してきたということで、新シリーズみたいな形ですかね。成人期装備ということで登場。見た目はかっこいいんじゃないですかね。非常になんか神々しいというかね、面白いデザインだと思います。はい、では、性能を見ていきましょう。まずですね、ポーズ変化ということで、この辺はね、ポージングを楽しむという形になるんですかね。あんまりでもポージングってそんな気にしたことはないんですけれども、ナックルがすごいですね。この手のなんかデザインっていうかね、そう星ドラって割とね、僕デザインはね結構いい線いってると思うんです、そのオリジナルの方はね。では次行ってみましょう。探検からですね、攻撃力182、最大 HP プラス30、2トンの心得入ってます。覚醒スロット入ってまして、で、SSAA の、赤 S、青 S、マルチ、赤、青の AA ということで、マルチが結構使い分けられるのはいいかもしれないんだけど、この辺はちょっとね、不死鳥の、武器が来るので、一応持っといてどうですかね、倉庫に保管しておいた方がいいような気はしますが、難しいところなんじゃないかな。では次行ってみましょう。ダガーの性能というかスキルですね、成人の先行ということで13秒。これ結構ねトリッキーかな。仲間1人のランダムなサブスキル1つがスロット覚醒スピードに変化する、2ターン有効。秒数的なところはどうだろうな、13秒で仲間1人のサブスキルがスピードが上がるっていうようなイメージですかね。素早さ60上げなんで 60% 上げなんで、ピオラ2上げプラス HP 回復もついているよということですね。そしてボスの技が気になるんですけど、秘密の呪文っていうのが一体何なんですかっていうね。秘密の呪文、ピオリもやってくる。これはだからあれかな、状態上解除とかね、そういったものをやりながら戦っていかないと結構厳しくなるんでしょうか。はい、あとアイリスクローっていうね技も出てますけれどもね。はい、ここが、他の武器との連携になってくるっぽいので、ちょっと僕もちゃんと読んでないんで、今、初めて、スキルを見ているんですけれども、次だったかな。とりあえず、覚醒スピードにスロットをまず変化させるっていったところがポイントっていうところなんですけど、次行ってみましょう。円盤が、攻撃力181で、最大 HP プラス、30、HP っていうのはなんか全部につくのかな。スロットが、青 S の赤、青 S の赤、青 A の青、緑 A。マルチが非常にこれ多いですね。だからいろいろとこう入れられるのは便利そうですけれども、これもやっぱねちょっと不死鳥がどうなるかわかんないんでね、不死鳥がなんかやっぱ器に基本的にはなります。やっぱ不死鳥化がありますからね。はい。では、性能を見ていきましょう。まず特性ですね。さっきって特性見てなかったっけ。特性ちょっとおまけぐらいで考えておいた方がいいと思いますんで、はい。こちら、寄生の光ということで、通常攻撃ヒット時、守備力20、呪文耐性25アップ。で、成功率 10% なんでね。はい。それからですね、次ですね。成人の息吹ということで、28秒。結構これ重めですね。そして、仲間全員の HP250 回復。まずこうメホマラ的なね、全体回復がありつつ、次ですかね、ターン開始時にスロット覚醒にセットされているスキルの CT が 50% たまりますよということですね。はい。まずポイントはターン開始時にっていうことですね。だからこの成人の息吹を使った瞬間に覚醒スロットの入っているようなこうスキルがバーンと 50% 上がるんではなく、打った後にタターン開始のタイミングということなんで、この辺が注意が必要かな。だから今だって言った時に、まあ、使うか、まあ、敵の合意食らって味方全員がちょっと危ないっていう瞬間に、まあ、回復として使った瞬間におまけで、この効果が付与するっていうのも、まあ、あるかもしれないんだけど、まあ、ポイントが覚醒スロットがない場合ですよね。覚醒したスロットがっていうことなんで、まあ、これから全武器に覚醒スロットが入っていくんであればいい。まあ、もしくは、まあ、覚醒が入ったら、覚醒スロットっていうか、まあ、入るとは思うんですけれども、まあ、この辺がですね、恩恵があるないっていうことなんですよね。で、さっきの探検を使うと、まあ、覚醒スロットが1個増えるっていうことなんで、相性がいいですよっていうような使い方なんだけど、かなりトリッキーなんで、ソロでは意図的にね、探検を使いつつ円盤との、相乗効果で戦える可能性はあるんですけど、マルチでこれをうまく狙って戦うっていうのはちょっとどうなのかなっていう印象ですよね。うん、必ずしも必要かっていうと今のところはちょっとピンとは来ないんですけど、まあ、これも使ってみないとわからないっていうね。もちろん引く人は引くと思います。そして、使用感とかね、また見ていって評価が分かれるんでしょうけど、まあすごくめちゃくちゃ便利な、もちろん可能性もあるし、別になくてもいいかなっていう気もするしでね、うん、この辺はちょっと使ってみないと分かんないって言ったところですけど、まあ、確実にパッと見てうわ欲しいとかっていう感じではちょっと今のところないですね、個人的には。はい、では次行ってみましょう。そしてこのなんか、聖人機ナックル、デザイン的には僕はこれすごく面白いですけどね。特性規制の力、ハテナハテナ系へのダメージ 1.1 倍。あれこれ、なんだっけ、勇者剣、あれなんだっけ、なんかありましたよね。勇者剣だったっけね、ハテナハテナ 1.1 倍ってね。だけど、これも、どうですか、不死鳥がやっぱりね、ありますからね。うん。スロット的なところは、青、S、赤、S と、青、赤の AA ということでね。プラス、あ、でも S にこれマルチがどうですか、欲しい感じですかね。どうでしょうか。攻撃力は185で、やっぱ HP はプラス30ついてますね。で、次行ってみましょう。螺旋、魔旋、ちょっと待って、螺旋魔聖戦。なんか読みにくいですけどね。13秒。うん、スピード的にはあると。そして威力 750% ジバリア。うん、いいですね。で、威力 20% アップが付与されるよということですね。これは絶対ってこと、ジバリア属性、これ、そうですね。20% アップで、確率とかうんぬんっていうのが次の文言にないので、これを打てば、ジバリア 20% つくんっていうことで、ジバリア特攻的な感じになっていくんで、でもジバリアって、爪でジバリアってそんなにあったっけ？まあ何かしら配布スキルとかあるかもしれないけど、爪僕あんま使ってないからよくわかんないですけどね。これはですね、今後はなんつうかな、その防具のスキルでジバリア特性っていうかジバリア特技ナンパアップっていうのもきつつ、プラスアルファスキルで敵のジバリア耐性を下げつつ、そしてこういう形でジバリア属性攻撃の威力をスキルで上げちゃうみたいなね。この3連続とか入ったらとんでもない火力になっていくというような、ちょっと星ドラの遊び方になっていく可能性はありそうな気がしますよね。うん、だから今後は、こういった各属性のダメージアップをスキルでもしていくっていうような感じですかね。うん。はい。ということで、次行ってみましょう。防具も来ております。聖人機、兜、鎧上、鎧下、盾という形になっておりまして、兜が極意があって、力極み、そして攻撃、呪文、ダメージ軽減、強。うん。これに関してはどうですかね。この極意次第ですね。はい。鎧上、ボディ、そして、聖人の守り、ドルマ属性ダメージ軽減強。うん。それから、鎧下、結界、異様軽減が強、幻惑、極み。盾、主語、これはガードの時のですね。そして攻撃呪文ダメージ軽減が今日、攻撃呪文が痛いんですかね。でもそうすると呪文無効盾で生きたい感じはありますけれども、どうでしょうかね。で、補助特技のコツがついているということです。はい。めちゃくちゃなんだろう、尖ったみたいな感じなのは、ちょっと見受けられない印象ですけど、他のちょっとね、防具が強すぎるっていうのもあるとは思うんですけれどもね。で、次、ちょっとだけ、紹介されてますね。まず、成人期ボディ。これ、体上でしたっけ？敵から攻撃、敵からの呪文ダメージを受けた、時に65回復するよ。なるほど。それから、守り。はてな系から受けるダメージ 35% 減。なるほど。これ欲しい人いるんじゃないですかね。はてな系から受けるダメージがもうさ、これ全てのダメージってことですかね。すごいですね。このスキルは防御中は発動しない。なるほど。すごいですね。魔王級とかね、行く人は、この成人の守り、持っておくといいかもしれないです。成人の守りは、なるほど。今のはこれ、体上のスキルになってるんで、成人級の鎧上ですね。はい。これは欲しい人はいるんじゃないかな。ということで、以上、成人期の紹介でした。個人的には、もう絶対欲しいっていう感じでは正直、ないんですけれども、それはちょっとね、星ドラの遊び方がもうすでに、とてもライトになっておりますんでね、相当尖った性能じゃないと、もう多分引いていかないと思います。あと、5月も近いということで、ジム温存の方に行くと思うんですけど、見た目装備としてね、かなり、僕は結構、好きっていうか、デザイン的にはよく、作られているんじゃないかなという印象はありました。で、先ほど言ったように、鎧上は面白いんじゃないかなっていった感じと、武器はかなりトリッキーなんで、こう単純にね、ジバリア属性ダメージだよとか、っていう方が、使いやすいような印象だったんで、もしも武器で欲しいなというのがあるとするならば、やっぱりナックルでしたっけ？それが、一番気になるかなっていう感じでしたね。すごいでかかったですもんね、ナックルね。もう殴られたらめちゃくちゃ痛いっていう感じでしたけれども。はい。で、ガチャが来て、ガチャが来ます。26日月曜日からということで、すぐに来る形ですね。まずは、ピックアップっていうのがあるので、円盤がピックアップされます。で、その後、ナックル、ダガーとピックアップが来るということみたいですね。はい。なので、どうですかね。これ、成人期が今回来て、また次、成人期装備っていうのがたくさん揃ってくるような気がしますよね。で、不死鳥もその頃に装備が揃ってきたら、不死鳥用に、スキルを入れていくみたいな感じもなんか考えられるですけれどもね。ただ今回覚醒スロットをうまく使ったような仕組みがされているんで、不死鳥とは相性はその辺どうなのかなっていったところがちょっと気になりました。もしもちょっと僕の話してる内容でなんか間違いとかあったらね、すいませんという感じなんですが、ちょっとね、もう最近はパッと初見で見てあんまりこう把握していない状態で喋っちゃうので、なんか結構勘違いしている可能性もゼロではないかなと思いつつ。で、イベントがですね、僕が一番嫌いなパターンですね。6体のボスが出てきて、6体のボス全て倒すと、魔聖人、アイリス、っていうのが出てくると。こいつが新しいような、ボスなんですね。アイリス。なるほど。ゼイアン、イライザ、アイリス。結構覚えていくのが大変になりそうですけれどもね。アイリスクローって、そういうことなんです。しかも、アイリスマックスとかなんかさっきありましたからね。いろいろとなんか、ギミック的な部分をやってくるようなトリッキーなボスになんかなりそうな気がするんですけど、この6体を全て倒さないとっていうのが、これって、あれでしたっけ？時間制とか、これは違いましたっけ？これ時間縛りでボスが出てくるパターンだったら、ちょっと、個人的にはかなりやりにくいんですけど、まあ、いつでもその6体が倒せるような、ボスだったらどうなのかな。でも、うん、あまりなんかなんつうかな、なんかゼイアンイライザって僕結構なんかゼイアンと戦いたくてもあ全部倒してないやみたいな感じでいけなかったような印象があるんでそこだけ気になりますかね。はい、ということで、今日は星ドラ雑談、まあ、急にいきなり新情報来たんで、やってみました。はい、それから今ドラクエ10のね動画をアップしてますが、ゴールデンウィークとかね時間ある方いたら、まあ、ディスク2枚分無料で遊べますから、PS4、スイッチ、パソコン版、この機会にね遊んでみてはいかがでしょうかっていうような、まあ、動画2本分、まあ、1本はもうアップしてもう1本はこれからアップします。オンラインまでの道筋ということなんでだいたいオンラインに入るまで1時間ぐらいかかるんですね。だからその体験版ちゃんとできますよ的な、あとなんか戦闘とかちょっと癖があるんで、まあ、こう戦うといいですよ的な本当に簡単な動画をアップしようかなと思ってます。まあ、何しろ無料で遊べますし、これからも星ドラ、まあ、またネルゲルとか出てきそうですし、それから勇者装備まだ来てないですね。ディスク2で勇者がなんか登場だったような気がするんで、もしかしたら次の星ドラドラクエ10コラボやる頃には無料でストーリーを追った人は結構ねついていけるんじゃないかなとも思いますし、まあさすがにこうネルゲル倒したけどネルゲルのストーリーって皆さんねドラクエ10やってないと知らないと思いますので、まあ本当に全然コンシューマーゲーム機とは負けずのストーリーの内容になっておりますから、僕結構ドラクエ10は好きですよストーリーなので、いずれにせよ無料なんでぜひ遊んでみてはいかがでしょうかっていうね。で募集もしてましたけどなかなかやっぱね集まらないっていうか、まあそれもそのはず、もう7年目ですからね、星ドラ同様ドラクエ10もかなりかそっているとは思うんで、まあ、この辺はもう少し待ってみようかなと思いますけど、まあもしかしたらドラクエ10無料でできますよっていう紹介動画だけアップして終わりそうな気もします。はい、であとは昨日たまたまちょっと別のチャンネルで生配信したらなんか星ドラからもねいつも見てますっていうような感じで突然こちらのチャンネルじゃないにもかかわらずねコメントをいただいたりとかして、いやありがたいなと思ったんですけどね。また生配信で、まあ、星ドラはあんまり考えてないんですけど雑談ラジオとかはゲストさん含めてやっていく可能性があるんで、よければまたね皆さんとお話できればと思います。まあただフレンド枠はね拡張されたんで、その中でちょっと一瞬でも星ドラフレンドになりませんか的なことをやる可能性はゼロではないので、でもそれはまずはちょっと今別チャンネルで、まあ、生配信をちょっとやっていこうかなと思っていて、でこちらの吉丸チャンネルでも少しねフォールガイズとかなんかやりたいですね生配信でね。まあいろいろとゲームの方で今新しい何かできるものを探してるんですけど、なんかモンハンライズもねそんなすごい得意っていうわけでもなく、うんでドラクエ10もなかなかねまあすごい盛り上がっているっていうような感じではないので、新しい MMO がね次出たらこうガツンとやりたいんだけど、なかなか今そうですねやりたいゲームがなくてですね、だからまあ雑談で生配信を少しずつちょっとやっていったりとか、まあ、みんなでなんか気軽に遊べるゲームなんかないですかね。部屋入りませんかっつって気軽に楽しめるようなゲームがあったらやりたいんですけれどもね、うん、まあいろいろと考えてみたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。